20番のお客様。さあ次です。いきます。21番のお客様。はい、よろしくお願いします。失礼します。お客様、それ22番のお客様おられますか。あ、これ何番、これ何番、これ9番、6番、6番。やば、23番。やった、まだ一桁は引いたことなかったぞ。おはようございます。おお、やばい、やりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃーん。今日は6番。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は滋賀県彦根市一番本店さんにやってまいりました。そして今日は抽選の方が、じゃーん、こちら6番。今日はやっと引けた一桁、これがいい結果に結びつけばなと思います。それでは審査の街道日記第87話、よろしくお願いします。さあ始まりました、入場です。行きます。おはようございます。よろしくお願いします。いいっすね、やっぱり早い番号での入場、余裕で取れるはず。おはようございます、よろしくお願いいたします。おはようございます、よろしくお願いします。この間から狙ってたんすよ。どれにしよう、こっちにしよう。ダーカーザンブラック。さあ始まりました、第87話ですね。今日朝からダーカーザンブラック、街道日記では初になります。まあ、シータイムでは一度打ってますけれども、まあ、その時朝からもう開始早々グリーンといういい流れがありましたので、街道日記でもぜひ打ってみたいなと思っていました。いきます。ゲーム性自体もボーナス搭載、そして ART 機、ボーナス搭載の ART 機でボーナスを引きながら、そして ART 機入れながら出玉を増やすタイプ、非常にこう打ちやすい ART 機になってますので、 ART の特急ケーキなんかも、まあ、自力解除がメインではありますけど、まあ楽しい機会だと思います。せっかく一番本店さんに来て初めての一桁抽選で引けましたので、昨日負けてますからね、今日は勝たないか。チェリーは右リール真ん中、ボーナス A 型点数で強チェリーになります。今のはジャックチェリーですね。ただダーカーザンブラック、ジャックチェリーからでも結構同時当選ありますからね。ボーナス非当選時は ART の3ゾーン、大黒半ゾーンへの特急に期待ですね。早めに大黒半ゾーン入れたいですね。ここはまずスイカ、チャンス目ですね。チャンス目、まずはボーナスのチャンス。この写真を見てください。ボーナス規定と大黒半ゾーン特急のチャンス。ARP まで行ければ
ますけれども、一応これが降格したステージといいますか、第5関東のトップに期待ができるステージですね。チャンス役を引いたときに、
から他のチェリーから当たってましたね。大国ファンゾーン中のボーナス、ボーナス確定でない。もちろんこれは ART 確定になります。ピックが終わって65ゲーム、今日1回目のレギュラーです。だから ART の判定です。いいとこで来てました。ということはこの、このレギュラーは上乗せ抽選になりますね。今度は右押しか左押しか、まあ、中押しか逆押しかですね。ベルが揃えば正解です。
と仕切り直していきたいですね。ボーナス感で全ゲームハマってからビッグ ART それは伸びなかったんですけど、もう1回来ましたね。
も流星チャンスに突入してません。アップ1のピック、ここで止められれば流星チャンスに突入です。さあ流星ドライはなかったですけれども、今から再び ERT ドリフトチャンスが来ましたね。2回、3回、4回、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 
三ゲームゴーピック。じゃあこのピックが欲しいです。ホッとしてます。